はい、どうもファンネルです。ではドラゴンクエスト11、まあ元11、続きをプレイしていきたいと思います。まあというかね、前回ねこんなところじゃセーブできないんでね、まあプレイ自体は続けてやってますんではい、じゃあここ抜け出すことがあれなんですね、きっと。開けろ、おい何してんだって今誰が言ったんだよ。門番が開けろ、どうにもならんぜ、開けろよ。あ、これ分かりますよ、青い髪の人でしょ。もう先に言っちゃうけど、牢屋に入れられたぐらいでおろおろビクビクしやがってと。腰抜けじゃねえからな。ここは牢の最下層、お前も何やらかしたんだよ。マジか、まさか勇者様が同じ牢。何を話してるって言われそうですね。さすがだ、ああ鎧着ててもなんか一発殴られたのかなだけで、警戒モード。俺の前に勇者が現れるとはな、危ない。予言きな、じゃらじゃら言いすぎでしょ。あ、こっちにいいの。もう一人登場、貴様はグワ。お、取り戻した装備。剣を受け取った、自分の剣でしょ、でも形的に。ありがたいぜ。この人は探検使いなんですね。松明、準備ができたらってことは装備のことかな、してますけどね。道具がちょっと心もとないぐらいで、あ、壺割ってね、まあなんもないっすよね。これ勝手にこっち行ったら怒られるかな。あ、開けてよ、鍵ちょうだい。まあいいや、お、抜け穴。お前を助ける運命にあるらしいと。先に行きたいけど鍵ちょうだいよ。まあまた来れるってことか。地下からもう最下層のはずなのにさらに地下に穴掘るって。すげえ、水路。まあ探索した方がいいのかもしれないですけどね。
マップもないんでしょうから火つけらんないのかね。お、光ってる。ジャンプしてた。ちょっとした謎解きもあんのかなこれ。鍵鍵。お。お前ら待て。お お、ちょっとしたアクションゲームっぽいですね。これいいですね。長年アクションやってる私に勝てると思うてか。あっちはダメだ。こっちはね、長年アクションやってるって言った途端にこれだよ。松明消してってどうやって消すの。自動。兵士強いのかな。いや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 、タイミング間違えたかな。まあ謎の青年いるから大丈夫でしょ。まあちょっと強い、モモンジャよりちょっと強いぐらいかな。鍵落とさないかな。うろうろすんなよ。いやーザルだなおい。そんなザルでいいのかよ。見つかったら見つかっただよ。2回アクション必要なんだね。まあいいけどさ。先に行って様子見てくれ。これは水路に飛び込むしかねえぞ。ちょっと脆いんじゃないですかね。こんなんでいいのかい。気を失ってますよ謎の青年。今女神像終わりましたね。振り切れた。先へ進もうぜ。地下洞窟か。何がいるのかな。アイテムはないかな。まあとりあえずセーブだけ。はい。続けまーす。レベル151。あとで先進んでいきますよ。暗いな。
松明はそっか落としたか、さすがに。うわドランゴ、ドラクエ1をこう意識した感じのあれなんですか。あれちょっと頭かっこよくねえか。ドーン、またアクションパート。いいねこの感じ。言っちゃっていいのか分かんないですけど、クラッシュバンディクぶっ飛びだぜ。こいつはヘビーだ、まあ、今やっと言いましたね。ヘビーっていう単語言うの忘れてましたわ。いや追ってきますよこれ。一体何を持ってここまでは追ってこないと思ったんですかね。コントに見える。モモンジャさん、みんな逃げて。めっちゃびっくりマークの音する。ドラキー、ドラキー回ってる。お、メタルスライムでいいのかな。今のストーンスライムじゃないの。ストーンだとね、多分もうちょっとイシイシしてますもんね。悪いのかな。普通に匂いで気づかれると思うんですけどね。何に向けて火、あ、こっちに向けて火放った。いやもうこれ映画のワンシーンですね。あっつー、本当だよ、いくつあっても足りねえよ命。バレてんぞ、悪魔の子だ。なんだ今の間は。私がボタン押さなかったのもあるんですけど。まだ追っかけっこ続く。光が見えるぞ。やられたな。おお高い。長くは生きられねえ。お、今やっと解き放つフード。カミュ、よかった、カミーユって名前にしてたらかぶってたな。これ覚えておいてくれよな。ちょっと私ね、これドラクエ6で見たことあるんですよ、このカミュっていう人ね。まあ、みんなちょっと思ってるかもしれないですけども、この人も生まれ変わりかな。お、ここで、ああ例のムービー長押しでスキップできるっぽいですけど、
まあ一応見ておきますかね。そういうこと。オープニング。鳥肌がすごいですね。完全に日本人には刻まれてるんですね、この BGM の感じ。強そうですね。ロトの剣かな。はい、とドラゴンクエスト11を記録しますかっていうことですね。そうですね。そしたら今回はまあちょっと時間短いですけども、なんか切り良さそうなんでこの辺にしておきますかね。はい、ということで今回の動画はここまでにしておきます。次回はこれの続きからまたプレイしますんで、ご視聴よろしくお願いします。では皆さん、さようなら。